それじゃあ流すね。はい、かけるよ。はい、おしまい。どうだった？ペルネーのシャンプー気持ちよかった？それはよかった。体中ずぶ濡れだから、とりあえずえい全身から水気を吹き飛ばしました。タオルなんかなくても女神の奇跡で一発乾燥と言っても、髪の毛には少しだけ水気を残しておいたよ。なんで？それはこれからペルネーが子羊ちゃんにドライヤーをかけてあげるからだよ。はい、このドライヤーはね、特に名前はついてない普通のドライヤー。いやいやいや、なんでもかんでも仁義だと思うなよ。あ、でもコンセントなんてなくても女神の奇跡で使えるっていう部分が、ちょっと特別かな。はいはい、それじゃあスイッチオン。いい感じに湿ってる。私もお忍びで地上の行きつけのサロンに行くんだけどさ、髪洗ってもらったりドライヤーかけてもらうと、なんかすっごい癒されるよね。今日のプレイはそこからヒントを得て買ったのだったんだけどね。ほら、どうだね、子羊ちゃん。このドライヤーの風が耳に当たる音、耳も髪もすっきり綺麗になって、すっきりすっきり。どう？さっぱりした？ん？はーい、子羊ちゃんの部屋に戻ってきたよ。ちゃんと着ていたものも元通り。じゃあね、今日のメニューの仕上げはこのお布団の上でね。さあ目を閉じて、君に人肌の
ちいいこと。